皆さんこんにちは、ダイタラでーす。笑顔でにっこりダイタラでーす。さて、今日なんですけど、ついにワールド、4ですね。ヒデリー砂漠ってところ行きたいと思いまーす。フラワー諸島は、フラワー王国のど真ん中。王国の各地をぐるりとつなぐ海の道だよーっていう。東に進むとヒデリー砂漠でーす。南に向かうとキンキン採掘場。そしてその先西には、マグマの樹海。だって。まあ、とりあえず、一応ルート的には、ね、下行くんではなく、行けないじゃん。行けんのか、これ。なんか来たけど下行こうとしたら、ちょっとどちら様、何笑っとんねん。カメック、何してくんの。クッパの飛行船まだ出てくるのかな。何、出てきた、また出てきた。クッパの飛行船感がやってくる。 BGM かっこよ。俺ドリルやねんけど、ちょっと待てー。フラワー諸島の飛行船感、ほんとは俺今日こっち行きたいんだけどな。ついで一旦これ開けとくか、ここ。うん。開けゴマ。開いたゴマ。来た。さ、開いたゴマして、ヒデリー砂漠行ってるんですけど、あとこれよね。デデンと。ヒデリー砂漠向かうなら、こちらで準備を。なんでも売ってる、なんでも嫌ですよーっていう。さ、何売ってる？あ、またワンダシード売ってるじゃん。買いまーす。もうコインがね、余って余ってしゃあないんですよ、今。ね。余って余ってしゃあないんで、ちょっと何枚か使っときましょうか、これ。この辺を。ね、もうダブリもめっちゃ出てくると思うんですけど、ほら、こうやってニューもね、やっぱちょこちょこ出てくるんで。うわ、すごい。この黄色よし、かわよ。ミスした感じか。トイレしてるかと思った。めっちゃニュー出る。あと1個ニュー出たらやめようぜ。でんと。出たぜ、ドリルキノコくん。キノコピオ、キノピコか。よし。まあ、せっかくだから、こっち行っちゃうか。ね。やろうじゃねえか。クッパ戦艦。オッケー、行ってきまーす。さて、フラワー諸島の飛行戦艦。また現れましたねーってやつ。この戦艦かっこいいのよ。角生えてるし、前角生えてたっけ、前も。おいーって、ふさふさする、いい匂いする。お前は、いきなりやられた。メカクッパ？よいしょ、あー、バブルに来た、バブルに来たら。バブリバブリバブリ、泡に包まれて、キラーも泡に包まれる。あ、ちょっと待って、無限に雲出てくる。無限雲編来た。無限雲、イエーイ、みんなやっつけちゃおうかな。無限雲だ。これどれぐらい持つんだろう、この雲。乗り換えの時間ですか、これ。乗り換えもまあいるだろうと思って、あ、やっぱ消えるんだ。おお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 、今日の休憩タイム。でも行く前行かなきゃ、迷わない。お、ちょっとこれ下おーって、いや、ダメージ食らってもいい。よしよしよし、ダメージ食らっても根性で取ります、ここは。おっと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 、イエーイ、バイバイ。またクモ出てきた。よっしゃ、行ってきまーす。どこにあるかだよな、その。何ね、いやいやいや、チビチビになってた。ちげえぞ俺は。おいよ、乗り換えて。やばい、パワーアップアイテムが欲しい、ちょっと。これ使っとこうかな、ちょっとこれ。はい、ドリルー。これ乗り換えとくか、せっかくだし。ね。よしよ、やばい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 、中間。危ねえよ、マジで。これちょっと、休まるときはね、パワーブロックとか出てきた。激アツじゃん。パワーブロック。無限出てくれ、タイプ。これ、パワーブロック。ちょっと待って、今忙しい。今忙しい、ちょっと待って。おいおいおい、なんだこの難しいやつ。ファイヤーのやつ、危ねえだろマジ。ワンダードゥードゥードゥー。何が出てくるの、なんだ。だいぶロックオンされてる。むずくなってるタイプのワンダー来たか。難しくなるタイプのワンダー、やめてくれ。難しくないタイプのワンダーがいい。空どんどんで、俺これ壊して、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 ドッケーン、ざまみろ。よし、あれ1個取り逃してんじゃん俺。どこやってもな、もう1回ここのステージ行くの大変やって。やめてやめて、ほんと。わわ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 わ、このファイヤーバーの嵐を抜けていき、私はやってきた。やめて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 。よいしょ、次上か、到着。あ、なんかザンギ増えた、ラッキー。うい、引きつけて、避けてを繰り返せばいけるんで。まあ、いけるっちゃいけるよね。よいしょ、OK! You got the one to see though!
わしのワンシー、わしのワンシー、ワンダーシードでした。おい、バカ、ここまで来て死ぬんか、バカ野郎か。ちょっと、今なんで死んだ、俺。お、クリアできた嬉しさで飛び込んじゃった。あっちまで。続きもあるな。うん。よいしょ。さて、ちょっと待って、どこだ ?2 個目のやつ。もう取り逃したんかな、まあ、なんか取り逃したくせえな、これは。ワンダーシード今度取らないで行こうと思います。取らないで行ったらただ単純にちょっとむずいだけど。ちょっと、コースだよな、ここって。ああ、やばい、ほら、これ。結局これが3つ目だから、俺取り逃してんだよ。まあ、取れる。イェーイ。悲しい。どうしようか、みんな。帰るか。普通にゴールしますね、これ。なんか、危ない、今、今、うわ、マジガチで危ないけど。ガチ危じゃん。さっき俺どこで死んだの?ねえ。ニコニコしとこう。よし。マリオ、笑顔です。ここも来たもんな。え、でもさ、やっぱ、ああやってさ、BGM とかさ、背景の雰囲気変わるだけでめっちゃむずくなるよね、このゲーム。ほんと、さっきここで死んだのよ。やばい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 。でっかいファイヤー。なんだここは。やべ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 。むずい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 。てっぺん行こう、てっぺん行こう。うえぇー。お、声めっちゃ出てきた。あ、まだ中間あんの。あ、そうか、これって。ボスが絶対おるか、そういや。うぃー。やったぜ。さあ、行きますか、なんかない、先端に。アイテムとか。先端行ってもなんもないか。よし、出てきます。それではボスだ。あ、またボスっていうか、あれか、工場か、これまた。うん、うんち。うんち。うんちとか言わないの。エタ起きるだよお前。あ、食われたけど。おい、美味しくいただきました。まあ、今は食われてみたわけで、あえてね。よし、行きましょう。いや、まさか、びっくりした俺、ほんと。よいしょ。ということで、クッパさん、お疲れ様でした。セキュリティがガバいね。あみんな食べられちゃったよ。ベルトコンベア逆流ステージとか作るな。ということで、またクッパと飛行船艦をぶち壊し、さよなら。なかなか良かったね、ここ。おお、壊れちった。またごめんなさい、壊しちゃって。え、でもこれ別のとこでもさ、なんか壊したまま放置したよね、あの山んとこでも。でーんってことで。さあ、これで下のエリア行けるようになったんですけど、まあまあまあ、戻ってワールドスリー今日は行こうと思います。で、ちょ、うわ、忘れてた、2個目のコイン俺取ってねえわ。これ取ってくるわ。まあ、俺2個目のね、コイン、フラワーコインがある場所ね、目星ついてんだよね。なんかね、土管がいっぱいあったとこあったの覚えてる、みんな。土管がいっぱいあったとこ、あそこの土管ね、さすがになんか多すぎたんで、多分どっか入れんだろうなっていう感じだと思いますんで。で、そこまでちょっと行きましょうか。さあ、1個目のフラワーコインがここだね。この次あたりだっけ、もう。ね、おそらくこの辺だと思うんだけど、あ、違うか、もうちょい先か。意外とむずい、意外とむずい。なんかね、この雲に乗って降りていくところだったと思うんだけど、この右側だ、この右側。もうすぐだ、もうすぐ。よし。これ土管どっか絶対入れるとこ。これ緑のやつ絶対怪しいじゃん。これだ、あ、やっぱ入れたわ。なんてこった。はあ、ちょっとむずいでやめろ。変な声出たわ。オッケー、というわけでオッケーです。オッケー、じゃあね、あとは攻略するだけでやっていきましょうか。これ最後のところまでパワーブロック持ってきたってどうですか。別にって感じ、みんな。これ、俺的には頑張って持ってきたんやけどな、ここパワーブロック。これ持っていけるかな。あ、置いてった、せっかく持ってきたのに。ひどいよ。まあ、ゴールしましょう。ういういということで、ゴール。今泡めっちゃうまく使ってて笑った。はい、というわけで攻略完了でしたね。こういう戦艦ステージ1回ミスると
やり直すのに相当時間かかるんで、一発で皆さん決めれるように頑張りましょう。泣きそうです失敗するとめんどくさくて泣きそうですね。よし、ではでは行きましょうか。ヒペリー砂漠へ。ついにワールドは4つ目までやってきた。どんなとこだろう砂漠って。うえ、クッパジュニアまたいる。ヒデリー砂漠は喉が渇くから、水は僕が全部いただいちゃうぞ。このままじゃんじゃん水を集めてみんなカラッカラにしちゃえ相当悪いことしてるんだクッパジュニア今回なあ。なんかソフトクリームみたいなのってる、クリームの生クリームか、あのお城の柱のてっぺんに。ヒデリー砂漠ね、クリームのような砂が特徴かも。ハロン、ここがヒデリー砂漠。白い砂が特徴で白砂漠とも呼ばれる。へー、ここのパレスにもグランドシードがあったはずです。エルディスでも地図開けますからね。暑いけど頑張って進もうねっていう。あちー、もう夏終わったんだけどな。さてヒデリー砂漠ポプリンの家です。行きましょう。またワンダーシードもらいましょうか。ワンダーン、ありがとう。家じゃないじゃん。家はなんかそれ足めっちゃ歩くの遅いけど砂取られて、やばい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 、めっちゃ歩くの遅い。なこれ、えい、壺終わったろ。バリ、俺が悪いんすか、ごめんなさい。歩く速度めっちゃ遅い、マジで。やりづら、これ。こういうことを覚えていってねってことか、ここのステージは。ハロー、お家来た。あー、喉が渇きました。水はどこにあるんでしょう。水ないのかな。王子様、この家に水はありません。実は、悪者、クッパジュニアな。ガイア来てから、ヒデリー砂漠は水不足なんです。つら。どうすんだよ、お願いです。私と託しますから、私たちの水を取り返してくださいよ。任しとけって。それは大変。王子、喉乾いてるけど我慢してな、ちょっとだけ。ポブリンたちがしおれる前に、パレス、急ごう。水がないとさすがにお花だもんな、この人たち。つらいね。移住しよう、移住。真ん中のとこに水資源豊富。海水かもしれんけど。よーし、見事できましたね、ここまで。さあ、ムムム、どうした王子様。もうヒデリー砂漠にはこのオアシスの水しか残ってません。あ、一応あるんだ、水。ちょろっと。パレスの周りにもたくさん、前はパレスの周りにも。たくさん水があったんですが、悪者が全部持ってっちゃったんです。おい、クッパジュニア飲みすぎやろ、あいつ水。オアシスは私が見張ってますから、パレス取り戻してください。任しといて。水こんだけしかないのかね。え、とても広い白砂漠。迷ったら L で地図開けよう。こうすることで A を押せば行きたいことすぐ行けるからねっていう。分かったっす、大丈夫っす。なんかある、新しいバッジ。ちなみになら2ステップジャンプバーチ。なんでもってバッチバッチです。来た、新しいバッチ来た。ワン、ツー、ジャンプーですね、これ。買っとこうか。これ、ワンダーシードも買っとこう。あざーす。もう500枚しかない、なんか気づけば。付き替えとくか、せっかくだし。ワン、ツー、ジャンプー。タイミングよく連続ジャンプすると、すごく近くジャンプできるよっていう。ね。ぴょん、ぴょん、ぴょん。ここではできないの、効果ないの。ねえ、どこが順路だ。ファイルバッチのやつもある。でもせっかくだから試したよな、新しいバッチ。なんだここか。コロブいっぱい砂漠の橋渡り行きましょうか。橋を渡ろう、ダイダラ君。コロコロブ、マリオだけに見える特別なブロック。こういうなんかステージあるよね、ほんと見えるだけシリーズ。あ、これか。おいおい、ねどれどれどれ、クリボー。なにこの、なにこいつ、あばいばいばい、こいつ踏めんのか。踏めた踏めた踏めた。おっすげえ元気。ファイヤー。わ、やっつけねえんじゃん。よし、全部やっつけたら、もう。イエーイ。なんか、二段ジャンプみたいな感じでおもろいな、これ。あ、下行った。行ってきまーす。下の世界。なんか、でかく、でかコロブがいる。おい、なんだお前。よいしょ。全部焼いてしまえば問題ないんだ、結局。全部焼きましょう。おい。さて、帰ろうか。一個目の、フラワーコインめちゃくちゃ楽だったね、これ。あざす。なな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 、バイーンって。わ、いやー、楽しい楽しいバイン。楽しいバインタイム来た。わ、なにこれ。ちょっと待って。バイーン。あ、ファイヤーボールを全部バインバインする。すげえ。イエーイ、バイバイ。楽しい。また下？これ下行かれへんの、ここは。ないの、今度は。下行かせてよ。よいしょ、オッケー。あ、バインバインしてる。バイーン。バイーン。
していきたいけど、待って、ちょっと今忙しい俺。よし、バイバイバイ、オーケー、30巻地点獲得。ファイヤー1個でいいかな、まだ1個泡でいいや。よし、え、待って、バイ、おいおいおい、お前アイテムをバインバインするな、こらハイス、アイテムを運んでいくんだ。オッケー、レッツゴー。クリボーかわいそうでしょ。クリボーバインバインしないの。バイ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 。なんか今一瞬見えたぞ、チラッとマリオだけに見えるやつ来た。よし、マリオブロックだな。各キャラクターとかね、やっぱ VIP のやつだっけ、なんかとか使えばいいのかな。ワンダーシュート、さあ、いかにもね、あからさまな間に空いてるところ、マリオといえば今みたいな隠しやつ。なんかゆったりしてるね、この世界。なんか、あ、マリオが、あ、頑張ってジャンプしてるよ。うわ、声が遅いね。これは、ワンアップ取っちゃった。なんか遅くなっていってるかな、思ったけど、そうでもない。花火が上がった、よー、遅いな、これ。なんかラグいゲームやってる、見た。あ、いいに、ダンジャンプボンボン、俺はやれる、下からなんか出てきたよ、嬉しい。ワンダーシードもあるね、ゴール、よかった、ワンダーシード。なんでことステージ、やべやべ、あ、やべ、クリボーが落ちたらすげえ困るけど、大丈夫、俺には二段ジャンプがあるよ。というわけでワンダホー、よかったクリアできて。ちょっとむずいぞここで。ワンダ、変なこと起こりすぎやろあの遅いの やりやすいんだよ、めちゃくちゃ。実はやりにくそうかなって思った人いる？めっちゃやりやすいからね、遅いと次何するかっていう、やっぱゲームって瞬時と判断だけが必要なんだけど、瞬時と判断がいらないってめちゃ楽だったわ。マジびっくりした。よし、じゃあとりあえず今回ここまでにしましょうか。さあ、なんとかクッパ戦艦ね、ところまで、クッパ戦艦攻略して、今回ね、おー、なんか出てきた。びっくりした。なんか出てきた。ね、砂漠までやってきました。次回この辺りのコース攻略していきましょうか。今みたいに、ちょっと待って、ホイップのところみたいなところに、ステージ多分埋まってるので、そこもしっかり探しながらやっていきましょう。今の偶然ちょっとびっくりしちゃった。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。